マクラはイタリア共和国ピエモンテ州クーネオ県にある人口約50人の基礎自治体バッレマイラの中央部に位置するコムーネである。マクラはこの村を流れる川の別名でありまたその川が形作る谷筋の別名でもある。自治体名としては1928年に用いられるようになった。この地域はオック語が話される地域で バッリオッチターネと呼ばれる谷の一角に含まれる。イタリア語のコムーネディマクラに対応する自治体名の奥語表記としてコマナデールアーマが用いられている。ピエモンテ州におけるバッレマイラの概略位置バレ、マイラの地図クーネオ県西部、バッレマイラの中央部に位置するコムーネである。県とクーネオの西北西約3 2トル州とトリノの南西約7 5トルに位置する。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。西のストロッポ、東のサンダミアーノ枕は同じバーデマイラのコムーネで、南のチェッテデク枕との間は、リオ川沿いに走る剣道で結ばれている。その他のコムーネとの間は、山で隔てられている。村域の北と南は山岳部である。北部には2400メートルを超えるモンティー、ラストシアースなどがそびえる。 村内をマイラ川が西から東へ流れており、南からリオ川が合流する。村は大きく分けて北部のアルマ地区、南部のアルバレット地区に分けられる。村役場のあるベデール集落はアルマ地区に含まれる。アルバレットは1602年にアルマから分かれてから1928年までは独立の村であった。アルバレット村の村役場はスレマーロ集落にあった。 地震分類イタリアの地震リスク階級では 3S に分類される。アルマの集落は12世紀の記録にアルマとして登場している。アルマという名はケルトリグニア語で洞窟、岩屋を意味するバルマに由来すると考えられている。枕など山間の村の人々は古くから行商人として生活を立ててきた。枕の行商人の扱った代表的な品目が アンチョビの塩漬けである。1928年、アルマとアルバレットは再び合併したが、この時に自治体名はマクラとなった。20世紀以降、人口は都市部に流出して、山間の村は過疎化したが、これはマクラ商人の経済活動のネットワークが広がることも意味していた。住民は当初クーネをアスティ、トリノなどのピエモンテの都市に移り住み、後には ミラノやボローニャ、パルマなどイタリア北部の諸都市に広がった。移住した枕出身者は各地で所を移動店舗から卸売業へと進出した。広域行政組織である山岳部共同体、バッリーグラナへ、マイラ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。人口推移20世紀初頭までは1000人を超える人口を有していたが、 2011年国勢調査時の人口は52人であった。イタリアでも人口の少ないコムーネの一つである。自然に恵まれ、ハイキングや本格的な登山が可能である。また、古い教会、礼拝堂、水車小屋や火事場など、伝統的な生活の後も観光地となっている。村の守護聖人である聖マルチェリーノの記念日である4月26日には、 祭りが行われ、アンチョビの展示会のほか、音楽行事などが行われる。枕の村は、南隣のチェッテディ枕とともに、アンチョビの塩漬けで知られている。古くから行商人として、生活を立ててきたこれら参観の村の人々は、イタリア北部の諸都市にアンチョビを広める役割を担った。伝説によれば、カツラを作るための毛髪をジェノバに売りに行った、行商人が、 アンチョビを仕入れて、帰り道で売りさばき、大儲けをしたのが、きっかけとされている。塩漬けのアンチョビには、塩に課される高い関税を免れる抜け道という、側面も持っており、裕な人々によって買われたばかりでなく、塩の不足する、山間部の貧しい人にも、経済的な調味料として利用された。枕村公式サイトによれば、北。 イタリアに広がった枕出身者はアンチョビを扱うことから各地で商売を起こしたといい第二次世界大戦後にスーパーマーケットという業態が確立するとともにアンチョビが普及することにも彼らの役割があったというマイラ側に沿って走る SP422 がソニーキを東西に貫いている枕集落では南に SP116 が分岐しチェルテディ枕に至る ありがとうございます。